はい、ちゃんちゃんです。ただいま、西日暮里駅なんですけども、ここから、日暮里駅までちょっと散策したいと思います。まあ散策といっても、もう十字交差点をまっすぐ行って到着するだけなんで、まあ10分かかるかかんないかで行けると思いますけども、まあ、ちょっと歩いていきたいと思います。昔はあれだよな、あのドラクエが発売したんだわ、小6の時か。その時にね、結構あ、なんだ、あの昔ヨドバシで買いに行ったんだわ。整理券を1週間前にもらって、発売ので、整理券を持って発売日に行って行列のところを買ったんだわ。ヨドバシの新宿のところに、あ、小学校の時友達とH ってやつと行ったんだわ。それで行った時に、なんて言うんだろう、あのどこだ、新宿の駅かどっかの近くで、新宿とどっかの駅で、なんか中学生か高校生の連中に、なんかちょっと恋みたいな感じで、なんだろう、あのカツアゲアイスだったんだわ。それでもダッシュに逃げて、そこからで、そこからちょっともう本当電車乗るのが怖くなって、本当だったらあの日暮里からバス乗って帰るところなんだけど、なんかわけわかんなくなって、とりあえずはあの歩いて帰ったんだわ。歩いてっていうか、まあ日暮里から十字交差点ずっとまっすぐ自分家の方の足立区の方まで歩いて帰ったんだわ。あれは何だったんだ、あれ。まあ恐怖心からか、なんかちょっと怖かったからかちょっとわかんないけど、あれの時はすごいちょっとした冒険だわ。もうちょっと覚えてないけどな、ほんと。日暮里7号線稼働橋、あの時はすごいわ。疲れたというか、あとはなんだっけな、友達となんか上野のなんか美術館か博物館行った帰りか行きに歩いた記憶あるな、日暮里から足立区まで。あの時なんで歩いたのかちょっとわかんないけど、ちょっと歩いた記憶あるな。まあくちゃくちゃとくちゃびながら歩いた記憶あるな。あの時はいつぐらいだろう、中3か、中3か高校の高校の時か、ちょっとうる覚えで、なんか出てとった。だけど、まあ多分学生時代だね。多分高校かな、あ、違う、中学か。歩いた記憶あるわ。懐かしいな。多分1時間とか、1時間半とか、もうちょっとかな、かって、歩いて、なんか話しながら帰った思い出があります。暑いな結構な。自分もあの高校の時代がちょっとバス乗ったんだけど、この11号線のところね、で大行橋のところから環七まで行くバスだったんだけど、めちゃくちゃ混んでるというか、来ないというか、バスが。あ、すごかったんで、結構混んでる時は本当に歩いて行ったことあるよ。大行橋のところ。まあ、それでもう、環七で帰ったんだよ、高校に。で、環七も全然動かないから、歩いてずっと学校まで行った記憶あるんだよ。もう全然歩いた方が早くてね、環七全然全くびくともしなくて。
特に五島日とかなんてもそうなんだよ。めちゃくちゃ混んでた記憶あるわ。まあ、金曜日と五島日だったらもうめちゃくちゃ混んでたんだよな、あの時期。今はちょっとそういう時にバスとか乗ってないけど、ちょっとわかんないけど、まあという感じで歩いてるんですけども、結構いい感じで進んでるんで、今あれからもう5分ですね。西日暮里駅から。まあ、結構人駅がこのペースですと10分ぐらいで行けるのかなとは思ってますね。あ、この前このところで並んだんだわ。ここでめっちゃここの行列できたんだよ。ここ飛ばすの見ぬばだり水泉公園駅のめちゃくちゃ並んだよ。これ並んだら何だったんだよ。ここずーっとここ並んでたんだわ。このところここずーっと並んでたんだよ。このところ3時間もあれは何だったんだよ。あれマジでこの前の22日、まあ1月22日ですけど、あれ何だったんだ。あれはもうさっさと言えよな、あれマジで。もう来ませんって。なんかもうにあの濁してんだよな。来るかもしれないけど待って行った方がいいですよみたいな。ずーっと並んだんだよこう。マジであれふざけてるよな。あれもう初めから言えよな。もう絶対来ませんって。もうめちゃくちゃずーっと並んでたわ。こうすげえ動き出したわ。あ、日暮里駅着きましたね。マジ行列ここ作ってたんだよ、ずーっと。それ結局3時間待った挙句もう来ませんって言われたからな。まあそこはもういい教訓になったわ。この、で、到着しました。今西日暮里西口から約、まあ8分ぐらいで来られました。まあ、あの階段とかちょっと改札まで行くのに2分ぐらいかかると思うんで、まあ、約10分ぐらいで、西日暮里から日暮里に行けそうです。はい、以上ゆるい散歩動画でした。どうもありがとうございました。